夫がまた浮気。もうこんな人生生きてても仕方がないわ。あなたのご先祖様の霊が私たちの元へ降りてこられてこう言いました。家にある全てのお金を献金しなさいと。全てのお金ですって？そんなことしたら我が家は。お金は俗世界のもの。生きている人間にいろんな災いを起こすのですよ。さあ、そのお金を教祖様に献金なさい。あなたはきっと救われるから。は、はい。しまゆうのアトリエ。2022年7月8日、日本中を震撼させた安倍元総理事件。その場で取り押さえられ逮捕されたのは山上徹也容疑者41歳。彼が供述した犯行動機により再び世間の注目を集めるようになったのが旧統一教会。容疑者の母親が入信し一家を破産に追い込んだというその実態とはどのようなものだったのだろうか。統一教会って結局どんな団体なんですか？最初に韓国で創設されたのは1954年。当時の正式名称は世界キリスト統一神霊教会、すなわち統一教会のことだな。現在は世界統一平和家庭連合に改名されてる。キリスト教ってあのキリスト教ですか？そう。1920年に北朝鮮で生まれた設立者の文政明は15歳の時に家族全員でキリスト教系の信徒になったらしい。なんでも兄弟が精神を病んだことがきっかけだったみたいだ。朝鮮半島の人たちって日本人に比べてキリスト教信者が多いらしいですもんね。文政明はその後16歳の時にイエス・キリストと霊通し啓示を受けたらしい。え、啓示？イエス・キリストから？まあ聞け。19歳の時には日本に留学もしてる。早稲田高等工学校の電気工学部門だ。まだ戦前の日本に留学か。ということは頭も良かったし日本語もそれなりにできたということでしょうね。その才能をいい方向に使うことができればよかったんだろうけどな。1943年、23歳の時に日本留学から母国北朝鮮へと帰国した文政明。その後1945年8月、日本が終戦を迎えていた頃より布教活動を始めていた。しかし、あいつは異端の教えを広めている。韓国側のスパイに違いないぞ。文政明逮捕だ。そんな、私はただみんなを正しい教えに導きたいだけなのに。1948年、文政明の布教活動は周囲に認められず逮捕。投獄された文政明はこのまま牢獄の中で一生を終えるかと思われたが、お前らよく聞け。国連軍からのお達しでお前ら全員を解放することになった。一体何が起きたんだ？1950年、朝鮮戦争が勃発。それに伴い国連軍は投獄されていた囚人たちを解放。韓国側へと逃れた文政明はソウルやプサンなどで避難生活を送っていた。ようやく私は自由を手に入れることができた。これからは思う存分布教活動に励もう。1954年5月1日、文政明は韓国で世界キリスト教統一神霊教会を設立。統一原理と呼ばれる思想や理論を教義とし、理想の家庭や世界平和を掲げていた。しかしそこには新宗教ならではの迫害も待ち受けていたのだった。何が礼拝だ。これだから新宗教ってやつは。こんな不道徳な英知行為許されると思ってるのか。私はイエス・キリストと霊通した人間なんだ。ふざけたことを言うな。逮捕だ。逆境に屈することなく懸命に布教活動に勤しんでいた文政明。そして1958年、昭和33年の日本でも布教活動を開始。その翌年には日本における世界キリスト教統一神霊教会を設立し、1964年には宗教法人として認可されていた。しかしその後、文政明の送金命令などにより過酷な集金や違法な商売を行うようになったことで、徐々に社会問題へと発展していくことに。ナンバーワン、勧誘方法。こんにちは、四柱推命の運勢鑑定やってます。いかがですか？四柱推命占ってもらえるんですか？はい、そこのビルの室まで来ていただければ無料で鑑定いたしますよ。そうなんですか？私最近恋愛で悩んでて、一度見てもらえますか？もちろんです。どうぞこちらへ。旧統一教会の勧誘は非常に巧みだった。街角で占いやアンケートなどと称して一般人に声をかけ、ビデオセンターまで誘い込む。もちろん統一教会という名は伏せてのことであった。そうなの、
彼からなかなか連絡が来ないのね。はい、私はもっと会いたいんですけど。ちょっと見てみるわ。そうね、あなたの先祖に問題があるのかもしれないわね。私の先祖？そう、この悪の連鎖を断ち切らないとあなたは救われることがないということ。そして今の彼とも別れた方がいいわね。そんな、彼と別れるなんて無理です。本当の幸せが何かをよく考えて、このビデオを見れば心が落ち着くはずよ。言葉巧みに教養を教え込み、マインドコントロールを図る。信者となった人々からは家族因縁話などで脅した上で金を搾取、真の救いを得ることを歌いながら毛皮や宝石などの展示会へも誘い込み、次々に商品を売りつけていった。ナンバー2、霊感商法。あなたのお子さん、障害をお持ちなんでしょ？ええ、この先やっていけるのか心配で心配で。あなたの中に流れている血を清めることができれば全て解決するはずよ。血を清めるなんて、そのこと無理に決まっているわ。この壺をご覧なさい。この壺をそばに置いておくだけで、あなたの血が清められ、そして霊界を解放することができるのよ。霊界を解放？そうよ、あなたの子供との明るい未来は全て霊界を解放することで得られるの。今手に入れておかないと必ず後悔するわ。私、この壺が欲しい。いくらで買うことができるの？たったの100万円よ。100万円？幸せな未来を手に入れられるなら安いものじゃない。そうね、私定期預金を解約してくるわ。壺や高麗人参、印鑑などを通常の数倍の高額で販売する、いわゆる霊感商法。1987年から2019年までに旧統一教会が生んだ霊感商法による被害総額は1224億円余り。中には刑事事件に発展したり逮捕者が出る案件も。法外な価格により商品を買うことになった信者も被害者だが、販売する信者もまた緻密なマインドコントロールにより、ただ同然の報酬でノルマを課せられていたと言われている。ナンバー3、合同結婚式。100万の壺で人生救われるって、買う方も買わせる方もどうかしてるとしか思えないんですけど。それがマインドコントロールなんだよ。誰が考えてもおかしいだろってことを平然とやってたわけだ。その最たるものが合同結婚式だよな。合同結婚式？なあ、お前は若いから知らないか。1992年に元アイドルの桜田淳子さんや元オリンピック選手の山崎ひろ子さんが合同結婚式に参加すると公表して世間が大騒ぎになったことがあった。信者同士が教祖である文生命が選んだ相手と結婚するんだ。みんなが一堂に会して結婚式を挙げることで祝福を受け、幸せになれるって言われてたんだよ。みんな一緒に？そうだ。その数なんと3万組。3万組？何ですかそれ。合同結婚式に参加するために集められた参加費は1人30万円。さらに感謝献金140万円が義務付けられていた。同じ宗教観を持つ者同士が教祖の祝福により結婚すると言われれば聞こえはいいが、実際は日本人と結婚できることを売り物にし、日本国籍の取得を目的として入信した韓国人男性も多い。結婚後はなどがあったとしても結婚は悪だと言われ耐えるしかないなど、問題やトラブルも多発していた。ナンバー4、政治家との癒着。各地の紛争の解決に努力してきたハン・ハクチャ総裁をはじめ、皆様に敬意を表します。 UPF が家庭の価値を強調する点を高く評価します。偏った価値観を社会改革運動として展開する動きを警戒しましょう。2021年9月、旧統一教会の友好団体天宙平和連合、通称 UPF が開いた大規模集会にビデオメッセージを寄せた安倍元総理。旧統一教会と政治との蜜月は安倍元総理の祖父である岸信介元総理の時代から続いていた。旧統一教会にとっては理念の実現や運動が政治により守られることへの期待、一方政治家にとっては組織票に加え秘書や選挙の運動員など人員を提供してもらえるといったメリットも。2012年に発足した第二次安倍政権後、旧統一教会と関係を深めていったのは安倍元総理だけではなかった。他の自民党議員もまた教団関連の行事へ出席したり祝電を寄せていたと言われている。安倍元総理を〇〇した山上容疑者は、旧統一教会と安倍元総理が密接に関係していると思い込んで怒りの矛先を向けてしまったんですね。確かに彼がやったことは間違ってる。とはいえ親が信者である宗教2世の苦しみや葛藤も見過ごしてはいけないんだ。
世界中に同じような境遇の人たちがいるのかと思うと、これを機に少しでも解決に向かうといいですね。事件後に会見を開き、2009年以降献金のトラブルはないとしていた旧統一教会、その後信者の心変わりによる献金の返還を求めるケースはごくわずかであると訂正。信教の自由はあれど、自分の身を滅ぼし家庭を崩壊させ我が子を苦しめるような高額の献金については歯止めがかかることが望まれるのではないだろうか。信者となった人々が本当の意味で救われる日が来ることを願わずにはいられない。